CLI の画面例内容は、現当 Linux で、バッシュコマンドを実行したもの。キャラクターユーザーインターフェース、キャラクターベースユーザーインターフェース、コンソールユーザーインターフェース、A、コンソールユーザーインターフェース。CUI、または、コマンドラインインターフェースは、キーボード等からの文字列を入力とし、文字列が表示されるウィンドウや古くは、 ラインプリンタで印字される文字などを出力とするユーザーインターフェースの様式である。キャラクターユーザーインターフェースの語は日本語での使用が主流であり、英語圏ではコマンドラインインターフェースが主流である。もっぱらグラフィカルユーザーインターフェースの対義語として使われる。初期のコンピュータは CUI による対話環境が主流であった。その後、コンピュータの性能が向上したことにより、 GUI 環境を標準搭載している。パーソナルコンピュータ、マッキントッシュや Windows95 などが、オフィスや一般家庭にも普及し、CUI の利用頻度は減っていった。多くのネットワーク機器は、テルネットや SSH に対応しており、CUI を標準搭載している。また、パーソナルコンピュータやサーバー向けのオペレーティングシステムには、 規定のインターフェースが GUI であっても、コマンドラインターミナルなどの CUI 環境が標準で用意されている。しかし、スマートフォンなどのモバイル端末向け OS には標準で用意されていないことが多い。ユーザーインターフェースが CUI のアプリケーションをコンソールアプリケーションという。また、あまり一般的ではないがテキストコンソールを利用して、 ウィンドウなどを表現しているインターフェースをテキストユーザーインターフェースという。以降、CUI そのものだけでなく、コマンドラインインタープリタ、シェルについても述べる。などなど、ありがとうございます。